まあこの国の覇権はね、この世界の覇権は僕のものになったわけだけど。で、ザーマンは取り返した。お、マジで？ やるね。本当だ、アーマーと和平結ばれた、俺。なるほど、外交面で活躍するとはね、思わなかったよ。まあ、そんな感じです。やるやん。なるほど。ちょっとこれはうまくやるもんだなあ。のまたなんか都市を作ろうとしてんのかなんで？い。いや別にいいんだけど、なんかそういう情報が入ってきたからさ、こっちに。作ろうとしてるよ。で、そっち側には何も作らないけどね。ああ、なるほど。どうしても抑えたい場所があるの。なんか船、でけえ船入ってきたけど。よく気づいたね。すげえ落としたもんよ。どうもフリーゲート艦です。あ、ミスター。いやいいぞ、科学力を徹底的に持っていけ。もうジーロングもあれかな、もう潮時かな、そろそろ。まあ彼らもよくやったよ。よし。やばい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 。兵士が湯水のように手に入る。抑えるとそこの兵士手に入るんだ。いや、というより俺らのね、生産力が今ずば抜けてるから、今。なるほど、そういうことか。びっくりするぐらい兵ができる。できるっていう。月間騎馬隊みたいな感じ。ああ、週まあ、刊騎馬隊みたいな感じ、もはや。ああ、そうね、もう、あれだ、と、げ、あの、週刊戦車兵かな。よし。
どうしよっかな、岐阜県。岐阜県はとりあえずちょっと立派な建物、街をどんどんちょっと立派にしていこう。エフェソスね。とりあえずあれか、先に G ロングを落とすか、優先順位的には。あ、ちょっと浜松ご返却案件だ、これ。え、なんで なんでお前、都市が手に入って嬉しくねえのかよ。俺やりづらえ、なんだよ、わかる。しい反面、場所が遠すぎて。すげえやりづらい。どうする？俺に返す？なんか別に正直ジャンヌダルクがいるだけで特に何も使ってはいないけど。しかもなんだこれ？ポカイア。またなんかちょうどいいところに建てたな、建物。なんかいい街が。うん、ポカイアってのがある。わざわざ建てない。ああでもな、うん、ちょっと距離感近いけど。どれどれ、オリンピアの方の偵察に行こうかな。フリーゲート艦はメルボルンが地味にめんどくせえな、あいつ。よし、周りの建物全部略奪してやろう。さてどうするか。いや、ビルニス意外と硬えな。なんだこれ、仕方がない。よいしょ。よし。
ジーロングが間もなく落ちる。なんだかんだ下ちょっと蛮族いね。今気づいたんだけど。うん、気づいた？オ 気づいた。なんかリンピア意外とね、来てるんで抑えてる。ちょっと大変そうだね。あ、大丈夫かな？とりあえず、ずっと食べてるし、パンも。本当だ、よく見たら。ちなみにラベンとかも取り戻しましたね、これ。え、マジで？ラベン、よくやるね。本当だ、ラベンとアーマー。これで、あとは？ラ本ベン当だ。とりあえず装飾国なしになったんで、敵対はしなくなりましたね。あ、お見事。あ、で、クラフ、え、え、え。あ、俺も船荒らされてる。やばい。やばい、カイ君戻ってこい。ちょっと緊急事態発生だわ、これ。俺の漁場が荒らされてる。蛮本族当に。だ、荒らされてる。うん。満足に。蛮族、マジか。これは許漁され獲ない。と大変だな、これ。シドニー、いや、ちょっと勝てんな、どうしようかな。嫌がらせっすか。落ちるか、ジーロング。落ちた。ちっちゃいマジだが、まあいいだろう。まさかここで蛮族に迷惑被るとは思わなかった。まあいいや、ちょっと援護したるわ。マジで、これはすごい。これもコスパ。よし。 はい、とりあえず殲滅してあげたよ。一部隊。マジで、うありん。がとう。俺のフリーゲート感がね。これはあれだな、和平。いや、滅ぼそう。さっさと。漁場めっちゃ荒らされてる、やべえ。やばい、やばい。ついに初めて、やばい、空の戦闘はやばい。最終兵器出てきた。出てきた。こいつまさか本当に航空機作ってるとは思わなかった。ちょっとこれはまずいな。
ああ。ちょっとわかんな。とりあえず飛行場も抑えちゃうかな。だいぶ来たな。いやー、高松の防御がちょっと固まった。高松？ああ、本当だ。何しよう。高松何しよう。超困るんだよ。もうなんかどうした？なえオーストラリアと仲良くなってんね、ちょっと。いや、そんなことはないはず。そんなことないです。なんか感謝を、なんか新聞に載ったんだけど、こっちの。え？何もしてないよ、雪あれ、おかしいな。まさか隙あらばやろうと思ってるよ、こっちを。こっちの人がガラ空きになったタイミングを狙って。そのつもりはみじんもございませんね。本当？大丈夫？メリットがないもん。ただなんかメッセージ来た。ほら。あなたのなんかあれよ。あれよ、褒めてくれたみたいな感じは？お前さては接近しようとしてるな？適正勢力と。違う、勝手に接近しようとしてるだけや。いやー、ちょっと。いただけないな。とりあえずさっさとシドニー制圧してしまおう。そっからだ。宣言通り高松に遺産作ろうとしてるか本当に作ろうとしてんだ。ら。こんな辺鄙なところに何をしようと。いや、だから遺産を作ろうと。遺産宣言ね。通り何をしようかと遺産を作ろうと。いや、もうこれはあれだな。もうシドニーももう。風前の灯火ってやつかな。Thank you.
よし、対戦車兵大隊が完成した。もう負けない、この戦。やったぜ。まあ、戦後処理は楽しみにしてくれたまえ。君も外交面でよく頑張ってくれたんだ。ちゃんとその分の恩賞は渡すとしよう。上から来んのかな、あれだけ。なんだい、文句あるのか。文句あるんだったらいいんだぜ。こっち、今その軍をそっちに転身させても。やばい、強気すぎるな。なんだなんだ、世界の覇者ぞ、こっちとら。もう、我、世界の覇者ぞ。高松まで航路作るか。悩ましいんだよな、あそこが。さあ、それ。俺がオーストラリアを滅ぼすのが先か。高松まで航路作るのクソエグくね。いや、ちょっと26ターンやってみようか。26ターン。俺マジメルボロのそれ、なんかあと10ターン以内に落とす自信があるわ今。よしよしよし。あ、見つけた。メルボルン残したら終わりなんかな。ん？メルボルン残したら彼らも終わりなんだかな。そうなんだよ。でももう正直秒読みだから。お、工業地帯。まさかの工業地帯にするんだ。あ、まあそっか、文明都市にするんじゃないんだもんね。何が？え、あの、オリンピア。あ、オリンピア。うん。オリンピア。オリンピア、ほら、だからアテネと同じような感じの規模感にしたいね。なるほどね。アテネと同じ文明都市になっちゃうと、ほら、問題じゃん。問題だね。それは確かに問題だわ。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。ん、ちょっと待て、今あー嫌だな、ウカ。おーっと、ちょっと待って、嫌なの？